はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、CWL ファイナルの一番最後の試合を、解説、一緒に見ていこうと思います。で、まだねこの配信元の試合を見てない方はまずねそちらを概要欄に貼っておくんで、見てからこの動画をね見る方がいいと思います。で、CWL ファイナルは、この次の月の、大会、CWL チャンピオンシップっていう一番大きな世界大会に向けてのね、大会ですね。なので、このファイナルで上位のチームはそのチャンピオンシップに出れるっていう仕組みになってます。で、試合見る前に僕の手の怪我の状態なんですけど、まあ、動画でも出した通りね、ちょっとプチ手術して縫った感じなんですが、2週間ぐらいとりあえずこの糸が取れないので、まあしばらく2週間様子見で、そっからまあどうなるのかなって、まあ完治には多分数ヶ月かかるかなって感じですね。で、今とりあえず右手が使えないので、まあちょっと編集とかも字幕がっつり入れたりとかできないと思うんで、ちょっとね字幕ないから見づらいかもしれないんですけど、まあなるべくこう喋りでね、なるべくわかりやすく頑張って伝えていけたらなと思います。で、今大会は、オプティックとかや、あと、100T とかね、かなり強いところがかなり早く負けてしまって、こう、まあ、なかなかこう、みんな驚くような大会だったんですけど、まあ、ついにこう、ジェン G とか、E ユナイテッド、今までこう、なかなか決勝まで上がれてなかったチームが、決勝まで来れたっていう大会になってて、僕はかなりやっぱ、EU もジェン G もかなり好きな選手がいて応援してるので、かなり嬉しい試合でしたね。というわけで今から、最後のねコントロールの試合を一緒に見ようかなと思います。で、今僕ハードポイントとサーチをね見たところなんですよ。で、コントロールまだ見てないんですよね、実は。なのでちょっと今から一緒に見ていこうかなと思います。さあ、フリクエンシーの、コントロールですね。まあ、もう、この動画見てる人は、もし結果知ってる人が多いと思うんで、ネタバレ嫌な人はもうすぐさま戻って配信元をまず見てくださいね。まあ、E ユナイテッドが勝ちましたね。いや、すごく嬉しいですね。なかなか E ユナイテッド、ここ数年間結果を残せてなかった。特にクレイスターとかに限っては AW の頃からかな。約3年間優勝、大きいオフライン大会で優勝できてなかったので、やっぱりすごく見てて、僕も嬉しくなりましたね。というわけで、見ていきましょう。さあ、まあ、コントロールのフリクエンシー。まあそうですね。守り側は、本当前線上げられれば、もうかなりリスキルがしやすいマップなので、前線上がれば一気にもう守り側が有利になる感じなんですけど、さあ、プリスティーニダブルキルしたアベジーが3枚目を取ったので、とりあえず、E ユナイテッドとしては、A の守りは確保して、で、マジョマニアックが、B 地点に入っています。さあ、ジェンジーは B 攻め。で、E ユナイテッドとしては B をこう抑えながらセンターから上がった組が、リスキルに入るという、クレイサーが今リスキルをしましたね。さあ、ジェン G としてはリスキルをされてしまったので、なかなか B 地点にこう、枚数を避けてない状態ですけど、ここでジェン G がトリプルキルをしまして、B のゲージはかなり進んでますね。やっぱりここのコントロールのフリクエンシーは、守りとしては B 地点はやっぱ落としたくない、一番落としたくないポイントなんですけど、ここでジェン G が B 地点を確保してしまいそう、しましたね。いや、これかなりジェン G 側が有利になったかな。で、もう、E ユナイテッドとしてはもう前線を下げられないので、まあ3ダウンとか4ダウンとか一気にこう枚数を取られたくないですね。まあ、逆に言えばジェン G が3枚4枚ダウンしたらほぼほぼもうジェン G がこのラウンドを取るんじゃないかなって感じ。さあ、ライフ差的には11と12でそんなに大差はないですね。で、 E ユナイテッドはセンターもかなり押せてるんで、 E ユナイテッドはまあ前線高め、まあまあそこまでまずい状態じゃないんですけど、さあ、でも、戦闘をかなり削られてしまって、前線がエリアになってしまった。ここでエリアでのぶつかり合い。どうなる ?E ユナイテッドが取りましたね。なんとかギリギリ。なんとか耐えてるって状態ですね。まあ、でも E ユナイテッドは結構ライフ差が今9で、ジェンジが6なんで、まあ、ライフ差的にも有利なのは E ユナイテッド。さあ、ジェンジはここからちょっと丁寧に行きたいかなって感じかな。ハボックがリスキルに一人入ってますね。やっぱいい動きしてるね、ハボック。だけど、ちょっとタイミングがうまく合わなかったかな。
ハボックはすごく頭のいいやらしいプレイをするんで、僕昔から参考にしてたんですけど。さあ、ジェンジーとしてはもうライフがないので、もう復活ができない、もう死ねない状態。で、クレイスターが裏を取ってますね。いやー、このギリギリの状態で裏取りっていうのはすごく効きそう。さあ、1枚削って、2枚目、3枚削って、あと1人。いや、これは、ユナイテッド素晴らしい形で取りましたね。おっとマジマニアックがダブルキルして 1v4、まあ、なくはない、かなり厳しい状態ですけど、いやこれはもう諦めて自殺しに行ったかな。あーまあアベージーがキルを取りましたね。なかなかやっぱ最後の最後のギリギリの状態、こうジェンジー側としてはもうあのタイムがね、試合タイムがもうな残り少なかったんで、まあなかなか裏を取ったりとかそういう作戦を行う時間がなかったから、まあ正面で固まってたんですけど、そういう時にこう裏取りをクレイスターがしたっていうのは、なかなかいいね、やっぱり。うまい、うまい。さすがにうまい。こう有利を生かすのが本当にうまいですね。2-0 ですね。ハーポも、サーチもインナイトが取ってるので、ジェンジーとしてはもう後がない状態で、アベジーがもう、100ポイント。スコアストリークまで。やっぱりユナイテッドは本当、アベジーと神父、化け物の神父のこの二人組、ちびっこ二人の SMG 組が、やっぱりかなり暴れてますね、今回も。アベジーがスコアストリーク溜まりました。まあ、B 攻め、ちょっとまあ成功とまではいかないけど、まあまあ、スコアストリーク溜められただけでも十分でしょう。で、26の25で、ライフ差的にもそんなに差がない。さあ、ユナイテッドは A を触っております。まあ、ジェンジーとしては別にまあ、このマップはね、A はすぐ落とされちゃうもんなんで、そこまで無理しても守りに行かなくていいかなっていう。無理して A に守りに行ってライフが削られるよりはまだいいですね。さあ、でも、さあ、キルが続いて、センターを確保したのは EU の方ですね。で、そのまますぐに B に流れるっていう。かなり有利。お、これはかなりヘルストーンも曲げて、あの L 字の角に入れましたね、うまく。さあ、ジェンジー、このセンターでの打ち合い、重要。で、ハボックがセンターを取ったので、ジェンジーはその正面とセンターの2方向から B を崩せました。かなり綺麗にこれは取れたけど、B のね、ゲージがもう2個まで溜まっちゃってるんで、ジェンジーかなり後がない状態。で、ユナイテッドとしては、タイムがね、1分40秒もあるので、そこまで焦る必要は全然ないですね。さあ、ジェンジーはなるべくライフ差を作っておきたいですね。マークスのダブルキル、うまい。彼はサーチでもかなりビッグプレイを出してたんだけど、ここはそうですね、マークスはスコアストリーク近いんで、ここ確実に貯めに行きたいですね。さあ、ユナイテッド、B は正面からグループアップして崩しに行ってますね。で、1枚センターに割いてます。さあ、どうなる？ここセンター取るかどうかで変わる。ユナイテッドセンター取れませんでしたね。エンボイが、キルしました、センターは。さあ、ユナイテッド、ちょっとここは詰めるってより、停滞して、なるべくこうキルを取っておきたいところ。無理はしたくないですね。で、また EU がセンター、今回は EU がセンター取りました。で、スリーダウンして、センターからポイントに入って、で、正面も合流して一気に B を取る。いやー、綺麗でしたね。ジェンジー1回目のね、センターは止めたんですけど、エンボイが。2回目ね、ちょっと、センターの守りがおろそかになってたかな。2-0 ですね。ジェンジーもう後がないです。アベジーが L ストライク。お、ここ A でぶつかり合いますね。スペシャリストはエンボイがウォーマシン持ってるぐらいか。おっと、マークスが、落下死してしまいました。ちょっとこれは、ジェンジー、かなり厳しい。で、L ストライクでのリスポーンキル。で、これ最初のラウンドの方で言った通り、やっぱり守りは前線が上げられちゃうと、まあ、すごく有利になる。リスポーンキルがしやすくなっちゃうんで、ジェンジーかなり厳しいですよ。ここからどう立て直すかって感じだね。さあ、B で正面のトレードが始まり、ナガフェンが B を取り取ってます。しかし、ライフ差的には E ユナイテッドの方が有利。で、センター取ってるのも E ユナイテッド。さあ、ここで L 字の部分で今トレードが行われてますが、3ダウン、EU が取って、
ジェンジかなり厳しい。4ダウンして5ダウンしてしまった。さあ、23対25、ライフが。で、もう、ジェンジは A に行ってるんですけど、やっぱ EU 側も気づいてますね。で、エンボイがここで今、ウォーマシン使って A を開拓していくんですが、どうだ？さあ、アベージはスコアストリーク近いので、ちょっと無理したくない。いい動きですね、これ。中には入らず、キルを取る。さあ、エリア内でのトレードはやっぱり EU が取ってますが、さあ、ジェンジどうする？かなりもう後がない。テンペスト、あれ、二人、ビリビリしてるかな？さあ、ジェンジも、ライフもないし、時間もない。もうかなり厳しいですね、これ。追い込まれてる。どこ行くにしても、EU が立ち塞がってきますね、もう。どっち行ってもすぐ来る。これは厳しい。かなり圧倒的な。さあ、もう、ジェンジはリスポンができません。はいはいはい、もう、カメラが切り替わった瞬間もう死んでしまう。さあ、ジェンジ B に全員で入ってますが、ビジョンパルスをユナイテッド出して、さあ、4人になった、3人になってしまった。君で B 取れそうだけど、もうラスト1。いやー、パーフェクト。パーフェクトマッチですね、俺は。いやまあ、やっぱり、守りをかなり完璧に取れた EU が、やっぱ1ラウンド目からかなり有利持っていきましたね。やっぱ攻めがちょっと難しかったですね、このマップ。さあ、というわけで EU ユナイテッドが優勝というわけで、EU ユナイテッドが優勝したのが、ほんといつぶり？もう2、3年ぶりぐらい？で、クレイスターが今、最年長の、今右に映ってるこの、メガネのね、スター選手、もレジェンドプレイヤーですね。結構もう有名人の。クレイスター、今27歳かな。で、今、COD プロのシーンの中では最年長なんですけど、AW、なんかフェイズとかにいた AW の頃から、大きい大会で優勝できてないかな、確か。なので、本当に3年ぶりぐらいの、こういう大きい大会での優勝。なんでも、クレイスターがでも、なんとも、まあ、泣くのもそうだけど、本当、ちょっとした安心感、安堵のような、こう、ほっとしたような表情をしてたんですけど、まあ、それはそうなるよな、っていう、やっぱ、この、長いね、結果が出せなかった期間を考えると、まあ、やっぱりこう、こっちも感動するような試合でしたね。で、これ、新婦。今年から入った18歳の SMG プレイヤーですね。で、隣もアベジ、SMG のプレイヤーです。で、このユナイテッドのちびっこコンビ。ちびっこ SMG コンビって言われてる、二人ですね。で、新婦が確か MVP かな。今年から、18歳になって、まあ、プロリーグに今年から入ったのに、この大活躍って、本当化け物って言われてるプレイヤーですね。本当に。すごいね。本当に EU ユナイテッドはなんだろうな。プレイヤーがすごく、やっぱり尊敬できる部分が多いし、純粋に応援したくなるチームなので、本当にね、みんな一人一人が人間的にも素晴らしいしね。プレイヤー的にもその実力ももちろんすごいけど、人間的にもやっぱり素晴らしい人たちばっかりなので、で、ワールド2シーズンの時に、その、交流戦してもらって、でね、その、動画を、交流戦しましたよって動画を、ちょっとドキュメンタリーっぽく、ラッシュゲーミングで上げたんですけど、まあ、そこでウィンレッドがね、負けた時に泣いた、号泣したところとかを、クレイスターが見て、レッドに対してこうね、すごくアドバイスの、長文のね、DM をね、クレイスターから送ってきたりとかね、すごくね、人として、もうなんか、素晴らしいんですよ。みんな素晴らしい。みんなね、優しいしね。EU ユナイテッド本当に応援したくなるチームですね。で、彼らは本当配信もプロ勢の中ではしてるので、してる方なので、まあ、皆さん Twitch とかね、YouTube とか、まあ、YouTube あんまりやってる人少ないんですけど、Twitch はね、調べれば出てくると思うので、ね、ぜひね、皆さんも見ましょう。というわけで、お疲れ様でした。まあ、こんな感じで、ちょっと右手がしばらく使えないので、まあ、こういう動画とか、実写系動画上げられたらね、上げていこうかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。
never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out